おはようございます。関根和夫です。お元気ですか？昨日の早朝、カメラを持って川べりに向かいました。私の家の近くには黒目川という川があるんですけれど、でその川べりは今足が泡ごとこう茂っていて、川のほとりが見えないぐらい、もういっぱいこう草が伸び放題になっているんですね。でですからちょっとカワセミなどを見つけにくいんですけれども、それでもカワセミくんを追っかけて回っているおじさんたちは元気にあちこちを歩いて、会うたびにいろいろ情報交換をしてるんですよね。で昨日私は最初一人で歩いてる時、カワセミが鳴きながら川のところをバーってこう飛んでいったので、追いかけていくと橋の近くに止まってくれて、何枚か写真を撮ることができました。で撮った後カワセミはまた別の場所に飛んでっちゃったんですけど、で、まあ、そろそろ帰らなきゃなと思って帰り道を歩いていくと、向こう側からおじさんたちが3人みんなカメラを振らされてやってきて、歩いてきたので、私挨拶をするとですね、おはようございますって元気よく挨拶が返ってきて、いやさっきまでね、あっちの方でカワセミ撮っていたんだけどね、カワセミが道の向こうの竹やぶの先の畑の方に飛んでっちゃったんだよねって。でどうもね、畑の中にどうも巣を作ったみたいなんだけど、畑ね、人んちだからこの竹やぶ越えて人の家に入っていけないしねっていうことで、話してくれてですね、でももう少し待ってればまたこの辺に飛んでくるかもしれませんよっていう話でした。で私、カワセミって川のほとりにこう巣作ってんじゃないんですかって言ったら、いやいや最近ね、ここもそうだし、この向こうの方もそうなんだけど、道を隔てたこっち側の畑のところとか、この竹やぶの向こう側の畑とかにね、巣を作ってるらしいんだよねって、こう、どうも蛇に狙われやすいんじゃないかな、川の近くはって、おじさんが言ってました。で、なるほど、と。で、6月過ぎて7月前ぐらいになると、その子連れでね、カワセミが川に飛んできて、一緒に餌を食べたりするから結構楽しみだよ、とこう、ニコニコ笑って言ってたんですね。で、私いや、カワセミってあんまり夏場って出てこないんじゃないかなと思って聞いたら、いや、そんなことないよ。カワセミって一年中出てきてるよって。で、私はもうね、10年以上この辺歩いてるけど、一年中いるよってこう、まあ、リーダー格のおじさんが言うんですよね。で、そのおじさんが、このカメラはね、ってカメラをこうね、出して見せてくれて、とてもいいカメラだったんですけど、去年3月にこれ買ったんだけどね、毎日カワセミを撮ってるんでね、もうすでにね、シャッターの回数がね、6万回を超えたんだよね、ってこうやって見せてくれたんですね。まあ、マニアというのは、こういう人たちのことなんだろうな、と思いました。まあでも、カメラによって違いますけど、大体、カメラ、比較的良いカメラだと30万回ぐらいは大丈夫だというふうに言われていて、まあ6万回というのはまあまあ全然問題ない数字なんだと思いますけど、まあでもこういうふうに本当に優しくコーチしてくれるおじさんたちがいるのでですね、楽しみが倍増してるわけですね。ということで、ゴールデンウィークの早朝はカワセミ追っかけ隊に入ってですね、あちゃこちゃこう歩いたり、まあ川のあたりを歩いたりしてるんですけれども、まあそんなこともないとなかなか散歩にも出て歩けないような気がして、まあゴールデンウィークの間はおじさんたちのお世話になろうと思ってる次第です。まだ今朝写真撮れたんですけど、ちょっとやっぱりあんまりよく撮れていないので、紹介するのはまた別の機会にということにしようと思っています。今日もどうぞお元気で。それじゃあまた。